どうも皆さん、工藤でございます。まずはですね、メリークリスマスということで、本日12月25日はですね、はい、クリスマスということで、皆さん昨日のクリスマスイブは楽しく過ごせましたでしょうか。私はですね、昨日、まあちょっとゲーム配信ね、急遽お休みしたりとかして、まあちょっとドタバタしてたんですけど、家族と一緒にね、買い物に行ったりして、まあ夜も家族と一緒に過ごして、まあなんだかんだこう、いいクリスマスだったんじゃないかなと思います。まあ恋人とね、過ごしたりとか、まあ家族と過ごしたりとか、まあ各々あるとは思いますけど、いやでも、12月25日ね、朝になって、子供の頃はクリスマスツリーの下とかにね、こうプレゼントがあったりとかしてたんですけど、まあ私もね、もういい大人なんで、はい、クリスマスプレゼントありませんでした。ありませんでしたっていうかね、うん、まあ自分で自分にクリスマスプレゼントをあげるでもしない限り、なかなかクリスマスプレゼントをもらう機会はないですね、私は。うん、ねえ、うん、いい子にしてたんですけどね、今年もね。今年もいい子にしてたんだけど、ちょっとクリスマスプレゼントをちょっとサンタさんからもらえなかったということなんで、まあ、自分で自分にプレゼントをあげることにしたいと思います。まあ、何をあげるかはね、ちょっとまだ考え中ではあるんですけど、まあまだね、年内数日ありますので、もう1週間切ったのかな。うん。あと1週間くらいですので、まあなんかね、まあゲームとかでもいいですし、まあできればね、なんかちょっと来年以降使えそうなものとかね、がいいかなとは思ってるんですけど、はい。皆さんは何かもらいましたか？クリスマスプレゼント。ね。子供の頃はね、本当にもう、なんだろう。もう24の夜、もう眠れなくてね、本当に。眠れなくて、もう朝ね、もう本当に、あれ寝てんのか、起きてたのかわかんないけど、やっと朝になってね、なんかクリスマスツリーの下を見たらプレゼントが置いてあったりとかしてね、非常になんかこう、もう一年の中ではね、結構一番に来るぐらいね、楽しみな日ではありましたけど、もう大人になってしまうとね、あんまりそういうのもなくなってしまうっていうのもあって、はい、あれですけど、まあでも、うん、一応家族とね、クリスマスパーティーできたので、まあ良かったんじゃないかなと思います。はい。まあそんな12月25日、クリスマスの日でございますが、そうですね。まあ昨日なんかは、まあクリスマスイブでもありますけど、まあ有馬記念がね、うん、競馬ね、はい、お馬さんレースがあったりとか、まあ私は全然かけたりしてないし、全然見てもいないんですけど、うん。私は、まあ、馬娘は好きですが、まあ、リアルの競馬は別に、その、ね、よくわかんないというか、そんな、リアルで見たいっていうほどの興味もないので、まあ、ただね、一度その、リアル会場で、その、有馬記念見てみたいなって思いは、人生で一度くらいはね、あるんですけど、うん。まあまあまあ、とりあえず有馬記念もありましたと。で、あ、そう。まあ、これは私個人的な話ですけど、ちょうど今日がね、今年最後の給料日でした。はい。ちゃんとね、銀行口座にもお金が振り込まれていたので、はい、ちょっと一安心で。うん。まあ、年末年始なんだかんだ、ね、なんか、初売りやってたりすると、ちょっと買っちゃったりとかね、お金がかかることも多いので、うん。まあ、クレジットカードのね、引き落としなんかも、私の使ってるカードは27日とかだったかなに確か引き落としだったりもするので、うん。はい。まあちょっとお金が入ってきて、ちょっと安心っていう感じでございます。まあそんなところかな。うん。はい。で、まあ今日はね、いつもよりちょっとだいぶ遅めに収録してます。もう8時半過ぎてます。はい。普段であればこんな遅い時間に撮ることはまああまりないんですけど、うん。今日はだいぶ遅めに撮っております。まあ、昨日のクリスマスパーティーでね、もう11時ぐらいまで起きてたので、うん、寝るのも遅くなっちゃったし、うん、っていうのもあってね、まあ、ちょっと遅くなってますが、ではでは、じゃあここからちょっと本題といきますか。ね。今回の
クドラジ、何のお話かというと、まあちょっと昨日とかにも、昨日じゃない、その前回のね、回にもちょっとお話しましたけど、クドラジ、今回で第1000回目でございます。はい。第1000回目。1000ですね。1、10、100、1000。1000でございます。はい。いやー、長かったかな。いや、でも意外とあっという間な感じもしてるんだよね、個人的には。うん。まず多分100回目の時にも、なんか似たような配信したと思うんだけど、100回ついにやったぞっていうね、うん、配信したと思いますが、いやー、それがね、こう、10回重なって、1000まで来たと、うん、いうことで、いやー、なんだろう。うん、私としては、なんかすごい頑張ってきたっていうよりかは、まあ、毎日ただね、うん、自分の言いたいこと、喋りたいこと、まあ、その時の感じてたこと、思ってることを、ちょっとだけこう、ね、マイクに乗せて喋って、それをこう配信してるっていうだけなので、なんか、すごい辛かった、みたいなのは、まあ、あんまないんですよね。うん。まあ、日によっては、ちょっと今日はあんま喋る気しないな、っていうか、喋るネタないな、とか、ちょっと忙しいから今日はやめとこうとかね。まあ、そういうのもあったりとか、あとは、配信ペースに関してはね、去年のちょうど1年ぐらい前か。ちょうど1年ぐらい前に、2022年の12月ぐらいに、毎日配信するの、ちょっと辛いわ、ってなって、うん、ってなって、配信ペースを落としますって言って、で、2日に1回とかにしたんだったかな、最初ね。で、それが3日に1回になって、で、それが4日に1回とかになって、週に2回とかになって、なんか、どん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 配信頻度がね、落ちていくということが発生して、いや、これはあかんなーって思って、で、今年入ってからかな、今年入って1月、2月ぐらいに、やっぱ、毎日配信やるわって言って。ただ、配信ボリュームは、ボリュームというかその配信の長さ、収録する長さに関しては、できる限り、まあ、10分前後にしたいなというふうにして、なんとか今年1年、うん、続けてこれたんじゃないかなと思います。はい。もうね、Spotify とかでね、振り返りたいんだけど、もう数が多すぎてね、うん。ちょっとどこを振り返ったらいいのかわからない状態ではあるんですけども、1000回もやってるんで、うん。Spotify にはそのシーズン分けをね、なんていうの、絞る機能がないんですよね。一応、その配信する側としては、シーズンいくつっていうふうにシーズン分けして、今シーズン9なんですけど、はい。で、来年の1月1日の配信から、まあ、1日ちょっと配信できるか分かんないですけど、配信から、クドラジシーズン10、10ですね。はい。っていうふうになっていくんですが、ちょっとね、もう、わからん。どこに行ったのか。Amazon Music のアプリで検索すればね、多分わかるんですよ。うん。Amazon Music はね、確か、なんか、シーズン分けできるので、シーズンで絞り込むことができるので、まあ簡単に探せるんですけど、Spotify は本当にもう最新のやつとか、まあ古い順とかに行けば、一番最初のやつとかも見れますけど、うん。基本的にはもう、全部わーって並んでるだけなので、なかなか今年の最初の配信とか振り返るのちょっと大変かもしれないんですが、まあ多分今年の最初だったと思うね。うん。クドラジ配信頻度。いや、最初じゃなかったかな。4月ぐらいか。あ、いや、わかんねえ。忘れたな、俺も。うん。もう毎日ね、やってるんで、ちょっともう、あんま覚えてないですけど。まあでも、今年になってから配信頻度を毎日配信に変えて、まあここまで続けてこれたっていう感じですね。うん。で、クドラジは始まったのが、2021年かかな ?2021 年の6月の27に、クドラジ第1回目がね、はい、配信されて、でそっから、こう、最初の方はね、結構ブーストかけてて、1日に4回とか配信してたんだよね。うん、今考えるとよくやってたな、俺って思うんだけど、1日4回だよ。朝、
朝しゃべる、昼しゃべる、あと夕方しゃべる、夜しゃべるって感じだったかな。確か。うん、そんな感じで、1日4回とかやってたんで、今考えると、バカじゃねえのかっていうふうに思ったりするんだけど、まあよくやってたなと。まあそれもあってね、なんとか今日1000に来れたと、1000回目迎えられたということなんでね、まあ、ちょっと過去の私をね、褒めたいなと思います。で、そっから1年やって、2年やって、2年やって今年か。今年の6月27日でちょうど2年経ったのかな。うん。で、今3年目に入って、で、来年の6月27日で、まあ、ちょうど3年間配信をしたということになりますね。うん。まあ、だから大体2年半か。2年半くらいで、1000回ですね。うん。2年間仮に毎日やったとして1000っていくのかな ?365日、ちょっと待って、ちょっと計算していい365の、1年間ね、1年間365割る2数、182か。182足す365足す365。912か。ああ、やっぱ最初の頃にね、ちょっとこうブーストかけてたからかな。うん。1日に4回とか配信してたおかげだとは思うんですけど、うん。まあその回もあって今日1000回と。約2年半で、まあ、1000回ですね。いやー。1000か。まあ正直あんま実感はないんだけどね。うん。まあ今後もその、今回でね、1000回目迎えたから、じゃあ、クドラジオ終わりますかとか、配信ペース落としますとか、全然そういうのないんだけど、まあ今後も、うん、今年1年、その、毎日配信やってきて、やっぱ自分にはこのペース、このボリュームで喋るのが、一番こう、なんか向いてるというか、続けられるな、というふうにも感じているので、うん。まあ昨日とかね、それこそ最近の配信ちょっと長いよね。なんか、自分でも思うけど、うん。ちょっと最近自分喋るの長いなってちょっと思ったりはしてるんですけど、まあまあまあ、あの12月入るとね、そのまとめの話とかね、うん、昨日なんかは何でしたっけ、昨日は何の話したんだっけ、忘れた昨日じゃない、前回か、あ、そう、前回も U-NEXT のまとめの話だったりするしね、うん、まあ結構ね、ちょっと話が長くなっちゃう分野というかね、ネタ的に多めになってしまってるので少し長いですけど、まあ、基本はやっぱ10分前後にしたいなというふうには思ってます。うん、まあ皆さんもね聞きやすいだろうし、そっちの方があんまり長くてもね、うん、まあなので、まあ今回もちょっとどのくらいになってるんだろう、今でだいたい13分ぐらいですかねまあだからここで終わればね、まあ、ちょうどいいぐらいだとは思うんですけど、うん、いやー、でも、1000回か。私がね、まあ、なんだろう。ちょっとした目標にしてきた節目でもあるんですよね、実はね。1000回って。ポッドキャスト始めた時ぐらいかな。確か。ポッドキャスト始めた時くらいに、他の人のポッドキャストというか、音声配信を聞いてた時があって、これ正しいか、記憶が正しいか分かんないんだけど、なんだっけ、ちょっと名前忘れたな。とある方のね、音声配信を見たんです。見たって聞いたんですよ。うん。で、その方、まあ、結構有名な方で、まあ、私なんかよりも全然そのね、まあ、年上だし、まあ、男性なん、確か男性だったと思うんですけど、男性で、年上ですし、もう、すごい、影響力を持った人だったんですけど、で、その人の音声配信のページに行った時に、なんかもうすでに1000回以上喋ってたんですよね。うん。まあそのね、配信方法はちょっとわかんないですけど、なんかそのね、気になったことをとにかく投稿してたっていう可能性もあると思うんですけど、確かその人が上げてる配信エピソード数って確か1000回超えてたんですよね。うん。で、1000回超えてるの、それを見て、あ、こんな、なんかすごい人でも、俺なんかより全然すごい人でも、もう1000回以上こうやって音声配信
続けてるんだっていうのを見て、いやなんか全然この人よりもすごくない自分が、なんかそのそれこそ100回とかでなんか満足してポッドキャスト終わってしまうのは、いや違うなと、うん、せめて自分もその1000回ぐらいやって、なんかその、まあ、並び立つじゃないけど、ああだこうだ文句言うんだったら、まあ、その人と同じぐらい1000回ぐらいやってからね、うん、なんかこうやっぱ自分には向いてなかったとかね、まあ、1000回もやって向いてないっていうのもなかなかちょっと時間の浪費がちょっとすごいけど、うん、もっと早めに気づけって思うかもしれないけど、まあでも結局1000回続けてこられたのはやっぱり自分に合ってる、うん、なんかメディアだったのかなと思います。私ブログとかもね、多分何度か言ったことありますけど、あの挑戦したことあるんですよ、ブログとか、まあ、アフィリエイトもまあついでにって感じで、まあ、ちょっとやったことあるんですけど続かないんですよね、うん、ブログとかね、文字をね書くっていうことがね続かなくて、なんだろうね、やっぱ性に合ってないのかな、なんか思ってることをまあ単純にその文章力がないとか、なんかうまくこう文字にしてまとめるというか、表現力が乏しいってのもあると思うんだけど、うん、なんかね伝えられないし続かない、モチベーションが続かないんだよね。だから結構その、まあ、私とは全然別で、なんつうの、音声配信じゃなくてそのブログとか文字媒体の、メディアをこうずっと続けてこられてる人は、まあ、それはそれですごいなって思う。うん。ちょっと待って。今ね、ちょっと部屋、トイレストーブ、寒いんでね、つけてるんですけど、空気清浄機がなんか反応して、ちょっとうーんって言い始めたんで、ちょっと静音モードにしました。はい。ブログの話ね。はい。ブログとかね、文字で何かこう文章で伝えたりするのはね、まあ、素敵なことだと思うんですけど、私はね、苦手なんですよ。うん。やっぱそれぞれやっぱ人は向き不向きがあると思うので、まあ、やってみて向いてないんだったら、まあ、一旦そこで諦めるのもありかなとは私は思いますけどね。私はそのブログとかに挑戦したけど、なんか続かない。うん。まあ、見てくれる人が いるっちゃいるんだけど、でも自分のモチベーションがあまり続かないというか、うん。こうやってポッドキャストみたいになんか毎日投稿するとかがねできなかったんですよね。私は比較的多分なんかこう毎日やったりするのをね、そんな苦手な方ではないんですよ。うん。まあこうやってポッドキャストやったり、まあ、筋トレやったり、まあ最近だと英語の勉強も始めましたけど、英語もなんだかんだもう1ヶ月ぐらい多分続いてるんじゃないかな。うん。ちょっとずつですけど英語の勉強もね続けてこられてるので、やっぱまあ物にもよりますけど毎日続けるのが結構得意な方ではあるんですが、ブログとかね文章を書くことに関してはちょっとねなかなか続かなかったので、ああやっぱ向いてないんだろうなって、うん、思いました。子供の頃からそうかな、うん、なんか読書感想文とか書くのも大っ嫌いだったし、うん、夏休みの宿題とかね、冬休みの宿題でありますよね、読書感想文書いてこいみたいな。もともと本読むのもあんま好きじゃないし、漫画は読むけど、活字のね、本読んだりするのはあんまり好きじゃないし、読書感想文書けって言われても、知らんがな、みたいな。書いて何になるんや、って思ってたけどね。うん。っていうのもあって、まあ、あんまりね、文章を書いたりするの得意ではないんですが、まあ、この音声配信、うん、喋って、収録して、配信する。っていうのは、まあ、非常に向いてるなと思いました。うん。まあ、楽だしね、やっぱ。YouTube やってる方も多いと思いますけど、YouTube はね、やっぱね、こう、撮影だから、やっぱビジュアルというの？うん。その、まあ、自分が映る場合ね、自分が映る場合は自分のことを撮影するから、なんかこう、例えば髪の毛整えたりとかさ、髭剃ったりとかさ、ね。着替えたりとか、まあいろいろ大変だと思うんだけど、いや、ポッドキャストマジでね、どんな見た目でも分からんからさ、うん、みんな私が今どんな格好してるか分からないでしょ。
もうほぼ寝起きの状態みたいな感じでね、いつも収録してるんですよ。うん。いつもね。私、ポッドキャスト、このクドラジをね、ちゃんと着替えて収録したこと多分ないと思う。うん。一度もないんじゃないかな。うん。わざわざこのポッドキャストのために、なんか着替えて、髪の毛セットしてとか、なかったと思うな。基本もう、なんか起きて、なんか、もうその寝巻きというか、うん、寝起きの、くその状態のまま、もう収録してるっていう感じですね。わざわざ、ポッドキャストを収録するために、髭剃ったりもしないし、うん。ね。なので、ほんとね、見た目気にしなくていいっていうのは非常に楽ですね。まあ自分をね、その撮影しないっていうパターンの動画もありますけど、やっぱ動画はね、ちょっと動画編集が結構ね、だるいよね。うん。もちろん中には動画編集好きな人もね、いると思うんですけど、動画クリエイターの方たちね。動画編集もね、挑戦したことあるんですよ、実は。うん。したことあるんだけど、動画編集もね、なんか続かないんだよね。結局。うん。それこそ、私ゲームの配信やってますけど、ゲームの配信を YouTube でやってますけど、ゲームの配信をね、YouTube で伸ばすにはどうしたらいいかとかって調べると、まあ大体ライブ配信じゃなくて、編集した動画をね、上げた方がいいって、大体書いてるんですよ。うん。そんなのは分かってんだよって思いながら、ちょっとね、編集にチャレンジしたこともあるんだけど、続かない。うん。続かないっていうか、もう一歩も結局上げられてないっていうか、うん。なんかやる気すら起きないんだよね。って感じなんで、やっぱ動画編集とかもあんまり向いてないんだろうなってちょっと思ったり。まあ動画編集関連でいくと、まあグラフィック、なんかアニメーションっていうの？なんかアフターエフェクトとかね、はい、使ってやるなんかね、アニメーションのやつとかも挑戦したことあるけど、あれも続かなかった。あれもちょこっと勉強したけど、まああんまり続いてないっていう感じですね。まあなのでやっぱ動画もねなんかあんまり向いてない、大変なんでね、私めんどくさがり屋なんで、ほんとねめんどくさい作業が入るとなんかどうしても続かなくなってしまうんですよね。うん、なんかその点で言うと本当にねポッドキャストは、まあ、私はアドビオーディションっていうアドビのねその音声収録編集ソフトを使ってますけど、ポチってねこう収録開始してマイクの前でただ喋るだけなので非常に楽なんだよね。もちろんそのポッドキャストの音声もね、そのちゃんと編集しようとすれば結構時間かかりますよ。うん、私も一時期やってましたし、多分最初の頃は結構やってたんじゃないかな。うん、アドビオーディションだと思いますけど、そのなんだイントロが流れてきてとか、なんかそのコーナーの合間合間になんかこう、うん、なんかね、なんていうのあれね、なんか。ドラジみたいな感じでなんか音声入れたりとかね、なんかやったりしてたんだけど、結局ねそれがめんどくさくなって配信頻度下がっちゃうんだよね。うん、結局ね、そうポッドキャストのカバーアートもそう、毎回設定したりしてたんだけど、もうめんどくさくなっちゃうんだよね私ね。うん、私のまあダメなところでもあるんだけど、本当なんかめんどくさがり屋でね。だからめんどくさがり屋な人には非常にポッドキャスト向いてると思いますよ。うん、これを聞いてる人の中でポッドキャストやってみたい人とか、ポッドキャストじゃなくてもね、音声配信、まあ、スタイフとかありますけど、やってみたい人は本当ね、向いてるんじゃないかなと思います。まあ、これ始めるとね大変ですけど、本当こうポチって押して、どもーって始めて。今日はこんなこと喋っていきますよみたいなことで、もうただ喋るだけなんでね、うん、誰でも簡単にできてしまうっていうのがやっぱ非常になんかいいところかなと思います。はい、いやーこれ何の話なんだろうちょっとわかんない。なんか1000回目だからねちょっと振り返りしようとかね思ってたんですけど、これ振り返りになってんのかな。まあでも1000回やってきていろいろ思うところはねたくさんありましたけど、最初はね、なんか、ポッドキャストをやりたいと思って始めたってわけじゃなかったんだよね、確かね。うん。最初は、その、まあ、ナレーションとか、フリーでね、その、声のお仕事したいと、思って、で、
まあ、大体そういう案件って、その、なんだっけ、ボイスサンプルか。そう、ボイスサンプル提出してくださいみたいなこと言われるんですよ。うん。なんか言われるんだけど、なんか毎回ボイスサンプル提出するのだるいなって思って。まあ、なんかその、ね、用意しとけばいいんだけど、まあ、声優さんとかだったらね。私演技はできないので、うん。まあ練習するとかね。そういうのちょっと学んでやってみるとかすればいいんだけど、あんまりその演技云々はあんまり興味なくて、うん、なんかそこまでしたいっていう気持ちはなくて、強いね。うん、なんかちょっと中途半端ではあるんですけど、まあでもちょっと音声の仕事、声の仕事やってみたいなと思って、で、まあボイスサンプルやんのもちょっとめんどくさいし、演技もできないから、じゃあなんかその、ね、みんなに聞いてもらえるものとして、その、なんかあればいいなと思って、思いついたのがポッドキャストだったんでね。こうやって喋って、自分の声を、その、もう誰でもね、聞ける状態にしておけば、これ聞いてください。これ私の声です。みたいな感じで、やっておけば、まあなんかボイスサンプル代わりになるんじゃねえかと思って、始めたのがきっかけだったね。確か。うん。それを始めたのがちょうど、まあ2年半ぐらい前。2021年の6月27かな。初めて第1回目を投稿したという感じですね。うん。いやー、ほんとね、些細なことというか、ほんと、ちょっとしたことで始めたものがここまで続いていくとは正直思ってはいなかったんですけどね。うん。最初の頃は本当に、聞かれても、数回ぐらいでしたが、まあ最近だとね、ちょっと安定して30回、まあ行って、まあ行く。40回いかないかな。うん。でも30回、20回ぐらいはね、聞いてくれる人もいたりするので、配信会によっては、最近だとアニソン大賞の回なんかがちょっと伸びてて、280回ぐらい、なんか、ね、やっぱアニソン大賞ちょっと話題というか、話題性もあるからかな。うん。まあ、なんか聞いてもらえてるみたいですけど、はい。まあ、すごいね、たくさん聞いてもらえてるってわけではないですけど、まあ、私のそのちょっとしたストレス発散の場にもなってるし、まあ聞いてる人のこうね感想とかもいただいたりしてるので、なんかうん、このポッドキャストを通じてなんかつながりがねできたなというふうには感じています。うん。まあ誰でも簡単にできるとはいえ、やっぱりね、やってる人はやっぱそんなに多くはないですよね。うん。誰でも簡単にできるからなんかみんなやってるってわけでもなくて、まあ職場でもやってる人はまあほぼほぼいないし、うん、だからね、まあそれこそ私みたいに毎日やってるやつとか、うん、1000回も配信してるやつは多分そういないんじゃないかなと個人的には思いますけどね。うん、1000回まあポッドキャストやってますって言って、あなたもやってるんですかって言って、で、どれくらいやってるんですかってね。もちろん、もしかしたら、回数じゃなくて、なんつうの、すごい、なんかもう、内容がね、もうすごく良くて、濃密で、もうなんていうか、回数じゃなくてさ、もう再生回数的にはそっちの方がもうすごい上なんだけど、例えば10回ぐらいしか配信してないけど、もうなんか、うん百万回も再生されてますみたいな人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあ私はね、私で、その再生回数は大したことないけど、いや配信回数だけは多分その辺の人には負けないと思いますねみたいな、うん、うんって感じだな。だから私はちょっと質よりも量って感じ。自分にそのね、何かそのなんだお届けできるような濃密なものがないから、もうとにかく数、うん、量で戦ってるって感じです。まあその戦略がね正しいのかどうかは分かりませんけど、うん、って感じ。なので私のね配信はまあほぼほぼ毎日やってますけど、まあ、大した内容ではないですね本当に。うん、ただのね一人の一般人がただこうなんか日々興味のあること、なんかちょっとイラついたこととかね、なんかちょっとこんなことがあってちょっとイラついたんだけどさみたいな、まあ、そういう話をしてるだけなんで、まあ、大した内容ではないんですけど、まあ、でもその分なんか毎日ねみんなに聞いてもらえてるというところもあるので、うん、まあ、でもちょっと自信にはなるのかなと思います、今回の1000回をね迎えられて。うん、だってなんか
なんだろうな、ポッドキャストやってますって言って、うん。しかも、もう1000回もやってるんすよって言ったら、え？ってなるじゃん。なんか、お前1000回もやってんのみたいな。1000回みたいなね。うん。そんな、なんか、まあ、適当というか、うん。ほんと1分ぐらいの音声を、まあ、1000回やってるわけじゃないからね、しかもね。一応、まあ、最初の頃はちょっと忘れたけど、最近だともね、もう10分、ね、前後のものを、もう1000回やってきてるわけですから、うん、ポッドキャストね、もう1000回やってるんすよって言えば、まあ、ちょっとしたなんかこう、話のネタにはね、なるんじゃないかなと。うん、見知らぬ人と話をするときでもね、うん、あ、ポッドキャスト、こいつ喋るの好きなんだろうなって思ってもらえる。うん、みたいなところは、まあ、ちょっと自信につながるのかなと。思いますけどね。あとはまあ内容かな。内容はね、なかなか難しいよね。うん。内容の濃いものをやっぱ毎日お届けするのってなかなか、ちょっと難しいなとは思ってますけど、まあでも実際やられてるね、そのインフルエンサーの方たちもいますから、やっぱ上には上がいるんだなとは思いつつも、ただまあその人たちとなんか戦うじゃないけど、うん、っていうつもりも全然ないし、うん。私のなんか日々のボイス日記みたいなもんなんで、まああまり戦うみたいな気持ちはないんですけど、うん。まあでもそういう人たちもいますので、まあできるだけね、内容というか、質もね、ちょっと意識したいなとは思いつつも、あまり意識しすぎると、なんか、あ、ちょっとめんどくさくなってきたな。もうやめようかな、みたいな。ちょっと頻度落とそうかなっていう風になってくるので、まあ、ちょっといい塩梅をね、うん、見つけながらやっていくって感じかな。まあ今んとこ、そうね、毎日続けてこられてるので、まあこんな感じで、のんびりゆったりとね、今後も続けていけたらなと思っております。はい。まあこんなところかな。うん。まあ、なんか1000回目だけどね、まあ特段なんかあるわけでもなく、うん。まあちょっと、軽くね、私が今思ってることをつらつらと喋ってきましたけど、はい。じゃあまあ最後に、ちょっと今後の予定とか、軽くなんかちょっと今後やりたいこととかも喋ってみましょうか。うん。そうだな。あ、とりあえずまあ年末年始に関しては、まあ一応25でしょ。明日26。まあ今日クリスマスなわけですけど、ゲーム配信はね、YouTube に上げたんだけどな、ちょっと忘れたけど、ちょっとわかんない、もう。わかんない。うん。そのね、29に、まあ、そのアニウォッチステーション、ポポさんとね、夜やるっていう話はもう確定はしてるんだけど、ゲーム配信に関してはね、どうなるかな。多分ね、30日ぐらいからね、家にいないんですよね。ちょっとそのおじいちゃんおばあちゃんのね、家にこう遊びに行ったりとかすることもあるので、そうなるとゲーム配信はもう絶対無理だし、ポッドキャストもね、ちょっとどうなるか、わかんないです。うん。毎回毎回ね、わかんないって言ってるけど、結局やらないからね。なんかね、おじいちゃんおばあちゃんの家に行くとね、やっぱ日々のこう、ルーティンが崩れるんだよね。なるべく崩したくはないんだけど、やっぱどうしても、環境がガラッと変わるんで、うん、自分の部屋があるわけでもないしね。だからこう結構環境に影響されて、ポッドキャストの収録とかもね、ちょっとしなくなってしまうんですけど、まあだから、やるとは言い切れません。はい。やらないとも言わないけど、うん。まあ、8割、9割方やらないと思っていただいても全然いいかなと思いますけどね。うん。まあ、X とかの方でね、なんかその、写真撮ってあげられたらいいなとか思ったりしてますけどね。はい。まあ、なので、ちょっと年末年始、ゲーム配信もそうだけど、ポッドキャストもね、ちょっとどうなるか。うん。ちょっとあえてここではね、予定はちょっと言わないでおきます。はい。まあ、上がってたら、アップロードされてたら、まあ、なんか聞いてみてください。はい。あ、こいつ撮ってんなって。ちょっと時間あったのかな、みたいな感じでね、聞いてもらえたらいいなと思います。で、まあ、年始もね、いつ帰ってくんだろう。まあ、でも多分、1日とか2日ぐらいには帰ってくるんじゃないかな。多分ね。うん。そんなに長い期間いる予定はないですけど、おじいちゃんおばあちゃんの家はね。はい。
ちなみに私はですね、28日から、あ、ごめん、ん29かな。29から、冬休みというか、年末年始休暇に入ります。はい。27、28、今週の水曜日、木曜日は私、お仕事でございます。はい。まだお仕事がありますので、はい、27、28はちょっとお仕事行って、まあ、余裕があればね、ちょっとゲーム配信ももしかしたらやるかもしれないけど、ちょっとわかんないですね、やっぱね。うん。で、29から年末年始の休みに入って、で、ずーっと1週間ぐらい休みでね、何日から仕事だったかな、年明け。年明けはね、9日かな ?1 月9日から私仕事だと思います。8日がね、その成人の日でしたっけ?ですよね。1月8日が成人の日で、まあお休みなので、その翌日の1月9日から私はお仕事開始って感じだね。はい。です。まあなので、年明けは結構1週間ぐらい時間があるので、まあヘブ版の、そっか、イベント。ヘブ版のイベントが今週末から多分始まるのかな?うん。で、それを配信するってなると、やっぱ配信環境が必要なので、多分ね、年末、うん、配信開始されても多分すぐには多分できないと思います、ヘブ版も。うん、年明けしてからじゃないかな。ちょっと落ち着いてからやることにはなりそうですけど。はい。って感じですね。うん。これがまあ年末年始のまあ予定ですかね。はい。で、あともう直近の、まあ、今日の予定ですけど、はい。今日明日の予定に関しては、仕事は休みです。今日も明日もお仕事はお休みでございます。はい。ただ、はい。年末ということで、ちょっと大掃除をしようかなと。まあ自分の部屋ですけどね。自分の部屋の、まあ大掃除というか、うん。いろいろしようかなと思っております。まあですので明日は多分ゲーム配信はしない予定です。まあ時間があればもうわかんないけどね。わかんないですけど、うん、しない予定です。うん。で今日は特にですね、まあ、普段であれば、まあ、1日で掃除を終わらせるんだけど、ちょっとその、この前も言ったけど、パソコン、自作パソコンね。去年、ちょうど1年ぐらい経ちますけど、去年のね、12月に、パーツ買って組み立てた私のアイキ自作 PC 君がねいるんですけど、まあそのパソコンのまあ1年間ということで、そのグリス、うん、CPU クーラーのグリスをね塗り替えたりとかする必要がっていうか、まあ私がねなんとなく感覚的に1年に1回ぐらいは変えた方がいいかなということで変えたりとか、あとはこうやって、なんか、ほこり取ったりとかね。まあ、ほこり取る作業は3、4ヶ月に1回ぐらいやってるんですけど、まあ、それもやって、グリスも塗り替えてって感じなんで、まあ、それを今日やって、で、明日その、部屋全体のね、掃除、うん、やろうかなと思ってます。まあ、ですので、ちょっと今日、明日はね、ちょっと2回に分けて掃除しようかなと思ってますんで、余裕があればゲーム配信するかもしれないし、なければやらないし、っていうちょっと曖昧な感じです。うん。ですので、今日は疲れてきましたね。喋るのね。はい。この後、収録した後は、まあ、配信して、アニメもね、ちょっと溜まってるんだよね。ちょっと先週がドタバタしてたので、あんま見れてなくてね。はい。アニメも溜まってるんで、アニメも見つつ、パソコンの、まあ、クリーニングもしつつ、大掃除しつつっていう感じでね、ちょっと過ごしていこうかなと思っております。まあみんなもどうなんだろう。いつぐらい大掃除するんだろうね。もうちょっと後なのかな、年末年始。それこそ29とかですかね。だいたい29日が多分年末年始始まるんじゃないですか、みんな。28が仕事納めでね。うん。っていう人が多分多いんじゃないかなと思いますけど。私はちょっと一足お先に。はい。クリスマスの日に大掃除をしたいなと思っております。はい、こんなところですか。はい、まあ1000回目ですけど、うん、
まあ、特段なんか特別なあれもなくいつも通りちょっとまあ長めに配信したぐらいでね、軽く振り返りと、まあ、年末年始の予定と、あ、目標言ってないじゃん、目標忘れてた言うって言ってたのに忘れてたわ。そう、まあ来年の目標とか今後の目標に関してはまあ年明けしてからの方がいいのかなと思ってるけどね、詳しくは。うん、やっぱね、今年の抱負みたいな感じでね、今年はこれとこれとこれ頑張りますみたいなことを言った方がいいかなと思ってるんで、まだ年越してない段階でね、まあなんか振り返りっていうか、振り返りじゃなくて目標喋るのもなんかちょっと違うかなと思うんですけど、まあ軽く一つ言っとくと、来年はそうですね、まあ英語、うん、英語はちょっとね頑張りたいなと思ってます。まあ今も1ヶ月ぐらいもう継続してね英語勉強したりしてますけど、英語、来年はちょっと英語頑張る年にしたいなと。うん、来年1年でねちょっとこう英語力を高めて、一応今のね目標としては英語でポッドキャストをやるっていうのがねちょっと目標なんですよね。うん、英語でポッドキャスト、今こうやって皆さんね聞いてると思いますけど、私の音声日本語ですから、はい、全編日本語で、はい、お送りしてますが、まあ大体聞いてくれてる人もやっぱ日本人が多い、まあ海外の方もねちらほらいますけど、やっぱ大半はもう9割以上は日本の方が聞いてくれてるんですけど、ちょっとこう英語を勉強してね、うん、私もちょっと世界に進出しようかなと最近のそのやっぱアニメとか漫画とかさ、やっぱその海外人気すごいじゃないですか。うん、だからそういうのもあってやっぱもっとこう海外にね日本のアニメとか漫画コンテンツをちょっと広めていきたいみたいな気持ちもね少しあって、あとは海外の人たちとこう英語でやり取りできたらかっけえよなーみたいな、うん、っていうね、まあちょっとなんか単純なあれですけど、うん、そういう気持ちもあってちょっと今英語頑張ってね勉強してはいるんですけど、まあ来年1年はちょっと英語をね、うん、死ぬ気で頑張るとはちょっと言い切れないけど、まあコツコツ毎日ね頑張ってやっていこうかなっていう思いでは今はいます。はい、まあ、ちょっと詳しくはねまた来年2024年年明けてからね今年の抱負ということで、まあ、英語以外にもちょっと頑張りたいことが実はあるんでね、はい、その時にお話ししようかなと思います。はい、というわけで、クドラジ第1000回目ちょっと長くなっちゃったかな、はい、40分ぐらい喋ってますんで、はい、まあ、何回かに分けて聞いてくれた方もね入るとは思いますけど、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。一応年内まだね、うん、明日とか明後日とかもね配信できると思いますので、はい、これで2023年最後の配信ってわけではないので、うん、はい、まあ、でも最後って言いにくいよな。さっきも言ったけどそのポッドキャスト年末できるかわかんないからね、うん、これが最後とはちょっとなかなか言い切れないんですけど、まあ、31日に配信してたら多分それが最後ですね。はいってなわけでちょっと予定は全然わかりませんけど、まあ、とりあえず第1000回目の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。